お疲れ様でーす。また後でね、みんな。また後で。お疲れ様でーす。江戸翔平さんの心旅 B カメ担当荒北仮面です。本日は江戸川サイクリングロード柴又公園から北上して、ここ三郷の風広場玉ねぎへやってきました。今日朝練をしていたチーム帝釈天のヒロさんとボクサンローディ、そしてピストパイセンの情報によると、この三郷の風広場よりも、北部の江戸川サイクリングロード上に大量の釘がばらまかれているということで、パトロールに行こうと思います。今回目的地は松伏のお祭りなんですが、ちょっと江戸祭のヒーロー江戸翔平さんとパトロール行ってきます。お疲れ様です。ヒーロー頑張って。ありがとうございます。車乗るやつだな、ばらまいてんの。ああ、みんな上来るから上に自転車来たらこうなるんだぞっていうのをなんか知らしめるのに巻いたっぽいな。もうこの辺はな、一方一あの人たちかな、釘拾ってんの。ちょっと釘見せてもらいましょうか。ああ、なるほどね。職人だ。お疲れ様です。釘でしょ。釘、ちょっと写真撮るからちょっと見せて。今回釘がばらまかれていたのは三郷の風広場北部約400メートルの区間です。江戸さんに犯人像を推測してもらいましょう。これも化粧。あ、本当だ。化粧。これもプロしか使わないこれ。これもプロしか使わない。プロしか使わない。そういった奴らのばらまいた釘ですか。じゃあ一番安い釘を大量に買って、これはもう危ない。これ危ないですね。パンだって。ちょっと行こう。あそこまで見たけど、あれちゃんと見たね。こっちはもうないです。ありがとうございます。今朝、早朝事件が発覚してから市の要請によりボランティアの方々がこの釘拾いやってくれているようです。日曜日の早朝から江戸川サイクリングロードの平和を守るため清掃お疲れ様です。ありがとうございました。させるために絶対これ多分誰かあれ悪いことしてたんじゃないかと。一箱ね、先発以上先発以上起こってます。ザーッとありましたよ。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。江戸さんの推測によると、今回の江戸川サイクリングロード釘ばらまき事件の犯人像は、この周囲の住民で車に乗っている者、そして我々サイクリストに何らかの恨みを持っているものということです。そして今回ばらまかれたあの1センチ程度、太さ1ミリ、長さ1センチ程度の釘、あれは職人がよく使う釘ということなので、まあ、犯人はひょっとしたら何かの職人さんなのかもしれない、そういった、それが江戸翔平さんの推測になります。江戸川サイクリング場に釘をばらまくということは、我々サイクリストがパンクするだけではなく、
ジョギングをするランナーさんや散歩を楽しむ地域の皆様、そういった方々が怪我をする可能性もあるということです。サイクリストに恨みがあろうと何であろうと、釘をばらまくこと自体が犯罪であるということを認識してほしいものですね。それでは本日のパトロール、この辺りで終了となります。アラキタ仮面、サンキューマン大丈夫。YouTube 出ちゃっても大丈夫？大丈夫ですか？じゃあ YouTube でこのシーン使わせていただきます。また会おう。アリーベテルチ。さよなら。